ESFP 内向感情を伴った外向感覚タイプですと、うん、ESFP は親しみやすく快活で楽しむことが好きで好感が持てるため自然と人を引きつけますと、やり取りが活発で反応が早い人たちとグループで仕事をしたり常識に基づいた代替案を提供することに喜びを見出します。今日はこちらの本ですね、 MBTI タイプ入門職場編、金子書房です、うん、最高で、この、ESFP の思考の序列としましては感覚機能 S、 感情機能 F、 思考機能を直感機能ですと。なんで劣等機能としては直感機能、うん、なので感じて自分の価値判断でいいか悪いかっていうのを決めていき、足りないなっていうところでデータであるとか、うん、思考論理を積み重ね、最後の最後で未来将来はい、はい、どうなんだろう、うんうんうん、苦手だけどみたいな感じですかね。そんな ESFP の組織への貢献の仕方、他者に熱心に働きかけたり協力することは惜しまない、うん、他者に自分の所属している組織の良い印象を与える、人や情報および資源を結びつけて生かす、相手をありのまま受け入れる。この相手をありのまま受け入れるって難しくないですか隊長、相手をありのままに受け入れる、ありのまま受け入れるの意味がわからないんですけど。僕はありのままに受け入れますけどね。僕のありのままって何ですか。否定しないってことですよね。要は何て言うんだろう、うん、この僕が喋ることってあるじゃないですか、はいはい、例えばあの会社に入れてください、うんうん、面接に来ました、うん、まあ僕はこういう、うんうん、こういう人で、うんうん、こういう風で、うん、っていうのを喋って、はい、この時点では言葉がありのままですから、うん、それありのまま、その、まあ、僕のありのままは、はい、あだからこいつはダメなやつだみたいなのが受け入れないって感じですよ。それでもまあいいよね、二等辺には二等辺のいいところがあるからぐらいの感じ。プラス思考ってことじゃないですかね、うん、プラス、まあそれをまあ認めるみたいな話じゃないですか。ありのまま、この人はこんな欠点があるからこの人はダメなやつだみたいな感じじゃなくて、まあこんな欠点もあるけどこんな欠点もあるよねぐらいの感じ。あれだね、バカだからかありのままがわからないだからあれのでもちょっと裏見たりするじゃないですか。裏を見ることはあると思いますよ、うん、それありのままじゃないってこと。いや裏を見てもありのままを受け入れるって話じゃないですか。あそういう裏も含めて、裏も含めて、あこいつこういうとこあるかもしれないけどまあでもいいやつだからみたいな悪意はないからみたいな64でいいならいいみたいな、あそういう感じじゃないですかね。あじゃあ S もわかるな、うん、ではESFP のリーダーシップスタイル、うん、仕事仲間の士気を上げたりチームワークを促す、プロジェクトの立ち上げ段階におけるマネジメントを好む、うん、対立関係などによって生じた人間関係の緊張をほぐし場を和ませる、うん、直接の話題に焦点を絞り解決を図る、ツボを抑えた人間関係を促進する、 ESFP のランニングスタイル。はい、新しく学ぶことについては、うん、人の対話に十分な時間をかけながら、うん、そのやり取りの中で学ぶ、実際に使えるかどうかを試せることを、うん、体験を通じて学ぶことを好む、うん、まあ S だからですよね、うん、僕やっぱ ESFJ かもねはい、はい、S は非常に、うん、S だよなって思うんですよ。やってみないと分かんないじゃんみたいな。ああそう、うん、うん、だからもう何も決めなくてもとりあえずやった方が早いよねって、うん、やった方が早いのと、例えば理屈を言ってきた時に、はい、それをそうかもしれないけどでもやってみないと分かんないよねみたいな、うん、うん、分かるんですよ、うん、はい、で ESFP の課題解決アプローチ、うん、現実的で具体的な状況に合った対処をしようとし、 S、特に自分と課題解決に関わっている人たちの価値観や思いと照らし合わせて
F、うん、解決しようとする、うん、これですよ、うん、今起こってること、うん、これをどうするか、うん、何ができる？できないね。じゃあ違うとこ頼むよ、うん、電話してお願いしますはいはい、はい、もう君いいから。それはちょっと感情的ですよねこうもう君はいい、いいもう相手にしないから、うん、投げたんだよね、もういい、うん、ちょっとなりやりなっていう、うん、でもそうだよなと思って、うん、でより良い解決に導くためには実際に関わっている人との問題を切り離し客観的に捉える T、うん、とか、うん、他にどのようなことが考え得るのかについての長期的な観点から見る必要があると、うん、長期的は難しいですよね、うん、とりあえず 今の日火を消さねば、うん、うんうん、わかります。僕も今の火を消さねばですよ。見てもちょっと先ですよ。そうですね、このプロジェクトのゴール納期いつぐらいの、はい、はい、なるほど、うん、で ESFP が好む職場環境としては、うん、現場の認識が明確で、うん、エネルギッシュで気負ってないことが求められている、うん、あ、気負ってない方がいいってことですね、うん、活気があり行動に移すことが、奨励される、うんうん、早いペース、仕事仲間に臨機応変で融通の利く人たちがいる、うん、対人関係が大和で調和がありお互いを尊重し合える、快活で人付き合いがいい感じ、うん、職場が色彩豊かで綺麗である、うん、なんてあり、この ESFP が考えられる弱みが調和を保つことに一生懸命になって個人的な経験的こだわりを強調しすぎることがある。自分の手の内によくあるものをよく考えないで、うん、まず行動に移してしまう。あ、やり始めたことを中途半端にしてやり遂げないことがある、うん、ウクレレとかうん、うん、でこんな ESFP の成長のヒントは、うん、対人関係の対立的な問題を個人的な要素を除いて解決するためには論理的なアプローチで解釈をする、うん、仕事を効率的に管理するには前もって計画を立てておく、仕事と社交的なイベントや人との付き合いなど適切なバランスを保つ、物事を計画したり、時間の管理をちゃんとする、うん、なんかまあ年を取ってきて、うんうん、僕本当今の会社がまあ20年ぐらいなんですけど、うん、初めは全く本当できなかった、うん、けどもう20年もやると、うんうん、まあ、苦手なことも多少はまあごまかせたりするじゃないですか、うんうん、まあ、ごまかし方も覚えたりしますしね。そう、 やってるふりとかね、はい、やりながらパソコン触りながら編集してるふりとかね、うんうん、はいはい、はい、で画面切り替えたりしながら本当にあのエロ本見てるときみたいにはい、この辺が難しいですよね。どうでしょう、この ESFP さん、なんかどうしても自分はこの辺の S で F の感覚はなんとなくわかるので、うん、まあ、計画を立てるはね、そうですね、計画を立てるっていうのが注意点なのと、うん、まあ、どうしてもこの何かを解決しようとするときに、うん、個人的な要素、うん、個人的な考え、うん、もういいじゃんみたいな解決の仕方はい、はい、お互い嫌だったんだよね、うん、だったらよくないって1対1じゃんって、うんうん、自分も嫌な思いして相手も嫌な思いしたからもう お互い様だよね、お互い様みたいな、じゃあ流そっか、うんうん、で流せない人も多分いるんでしょうね、だと思いますよ、根本的な解決になってないと。嫌な思いしたって何人みたいな話じゃないですか今僕顔色が変わりましたね嫌な思いしたの何か関係ありますかみたいななるほどね、はいはい、あとまあ整理はしますけどね、うんうんうん、はい、っていう、うん、この整理が必要なんでしょうね、うん、で説明して、うんうんうん、で多分この部分は僕にとっては、うん、とても最初に意図したものではなかった、うん、っていう説明ができれば、うん、ああなるほどって、うんうんうん、向こうのその、あ、そう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 、シンキングなタイプにも話が通じる、うん、まあ、僕は本当問題解決なんで、はい、まあ、こんな嫌な思いしててもしょうがないから、あの問題解決しようよって言われれば、はい、あ、そうですねって
なります。ただ僕はその、はい、悪いんだったら謝るよごめんって、まあ、よく謝ってないって言われるんですけど、はい、うん、もっとうまく言いますけどね、はいはい、ごめんって、うんうん、だからごめんとかそうやって言われると、あ、分かった分かったみたいな、じゃあどうしようかみたいな話ですよ、はい、これがちょっとうまくできるといいですね、うん、はい、はい